はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今日は、ダンロップさんの、新作発表会にお邪魔してきました。来ましたというか、お邪魔します。今、ちょうど新作の、ラケットの品替えを品川プリンスホテルのプライベートコートでやってるんですけども、まだ始まったばかりなんで、結構まだまだこれから1時間ほどありますので、いろいろと試していきたいと思います。まあ今回の、新作っていうのが、今までスリクソンブランドで、ラケットを作ってたんですけども、それがダンロップの、ラケットをよりパワフルにしていくっていうことで、そのダンロップさんのブランドとして、これからどんどん発表していくっていう、発表会プラス試打会ということで、試しに行ってみたいと思います。はい、今ちょっとラケットをこそっと持ってきちゃいました。で、種類としては、ダンロップのこの CX200 っていうのがツアーと、普通の CX200 で CX200LS というのが3つあります。で、これはあのツアーっていうのがアンダーソンが使用しているモデルになって、それだけちょっと重くて硬いラケットになりますね。で、200が、まあ、それの中でのスティックがしっかりとしているモデルになります。で、200LS っていうのはより軽いやつですね。ちょっと軽いやつなので、まあ、ある程度振れるんだけどちょっと軽いラケットが好みな方に多分合ってるであろう、これからなんですけど、打つのは。で、もう一つはこの CX400 逆です。400 っていうのを、これも軽いですね。結構軽めなんで、ちょっとこれを試打していきたいと思います。
後ろに行きたい。両方。大丈夫ですか？大丈夫ですか？この時間は上役してくれればいい。できる。行きます。行きます。すいません。写真を撮る。もう一着。失敗だ。はい、ありがとうございます。はい、テニスライズでは毎日、メールを配信させていただいています。登録はこちら。メールアドレスとお名前を登録してください。チャンネル登録は、こちらの上に、クリックをしてもらって登録をしていただくと、新しい、動画が配信された時にお知らせが行くようになりますので、ぜひこちらも登録してみてください。